本当だよりさて本日のメインイベント、心臓の弱い方はご覧にならないでくださいというようなね、映画のキャッチフレーズじゃないけど、そんなことを言いたくなるようなデスマッチが実現しました。いや本当にすごいですよね。ロープの代わりに有刺鉄線巻いて200ボルトの電流流して、さらに小型爆弾ですか、それが120個ついてるっていうんだから、4つの要素がね、ノーロープ、有刺鉄線、電流、爆破という、1回目の爆破、これは早かった、こんなに早く爆破するとはちょっと予想もしてなかったんだけど、この音がすごい、音がすごかったね。多分不安の人には冷やかしでね、どの程度爆発するんだとかなんとか言った人もいると思うけど、すごいわこれは。この衝撃で、最初の爆破の衝撃で森田選手は背中と左腕かな、そうですね、切れちゃうね、まあ、有刺鉄線なんかの影響もあって、もうどの要素か分かんない感じですよね。あ、これはパワーボム、放り捨てる形のパワーボムですね。でも本当にちょっと触れただけでこんなになってしまうんですからね。そうだね、本当にこれは並大抵じゃなきゃリング上がれないですよ。私たちは最前列の、まあ、記者席にいたんだけど、これ結構従来のあれと違って離れてたんでね、いわゆる倍ぐらい離れてたね、まあ、最前列のお客さんにちょっと危険だというんで間隔を広く取ってあったんだけど、それでもやっぱりちょっと怖かったね。これは正直言ってね、怖かったんですよ。私本当後ろに行こうかなと一瞬思ったぐらいで、いやだからもう本当にね、寄ってくるじゃないですか、自分たちの席の方の有刺鉄線、ちょっと来ないでくれ来ないでくれね、来るともう爆発した破片かなんかが飛ぶから、もうノートで顔を押さえて、そうそう、向こうへ行ってくれとか思っちゃったりしてね。この時ばかりはね、いつもクールな表情で試合を見てる記者連中も悲鳴上げてましたからね。中には目を背けてるものも実際いたし、私もね、この音に弱いんだよね結構。カメラマンはね、耳栓をしなきゃ写真撮れなかったんですよね、リングサイドは。そうで、レフリーはもうゴーグルしないと 目が危ないですからね。ちょうどその破裂したね、破片が飛んでくると、そういうことだね。この4の字の攻防っていうのがまた非常に後藤は考えたというかね。確かに4の字かけられるとやっぱりロープに逃げようというレスラーとしての習性というか、あるから、ところがロープへ近づけば危ないという、これはなかなか考えた、ね、戦法だと思うんだけど、直接技だけじゃなくて心理的な要素もこれはね、そうそうそう、じわ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 と苦しめるっていう、
もう本当に後藤選手のいい面構えになったっていうか、俺が FMW を背負って立ってやるっていうのがすごく感じられるね。やっぱりこれは正解だったね。そういう面では最後のウィンター選手が判断したというか、このシーズンのシーズン名じゃないですけど、しかしその大仁田も負けていないというか、この気迫がすごい。これ頭突き合戦というより気迫のぶつけ合いっていう感じですよね、これ引いちゃうと、引いちゃったら後ろにあれが待ってるからね、どっちも引けないところという。本当にこんな試合は世界でもないですよ。まず初めてでしょうね、もっとも今世紀最大のデスマッチという銘打ってるんだけど、まだ史上最大が残ってるからと大仁田選手はなんか後でね、冗談交じりに言ってたけど、でも本当にでもコリジョンデスマッチって、すごい、ちょっと触れてこれですからね、すごい衝撃。なんか靴も気のせいか焼けてるんじゃないかっていうね。やっぱレスラーってのは無意識にこうロープの方に行っちゃうんだよね。手とか足出しちゃうっていうか、みんななんかロープの距離っていうの分かるって言いますもんね。うん、で安全策を取るためにはロープに逃げるっていうのがもう無意識のうちに身についてるから、そういう面では本当に恐ろしいデスマッチに出演したという気がするけど、本当にこの4文字の攻防だけでも客は戦慄してるわけですよね。我々もこれ見ててもロープに転がっていくのが怖くてね。4の字でこれだけのね、こう雰囲気というかムードを持ったっていうのは最近ではちょっと見られないもんね。後藤選手試合前に腕を組んでね、身を出しというシーンがあったけど、この4の字というまさにあの前世紀のザ・デストロイヤーをしと思わせるような、そんな雰囲気があったんだけど、いや後藤選手っていうのはやっぱりアメリカで苦労してきてるから、こんな話すると本人嫌なのかもしれないけども、フロリダのステーキハウスで働いていて、でコックやってて、その時に新日本プロレスの坂口社長と武藤圭司がそこに食べに来たらしいんですよ。で後藤選手はやっぱりその時顔見せられなかったって言ってましたからね。いわゆるもうインディペンデントのプロレスだけでは食べていけなくて、そういう仕事もやりながらプロレス続けて、でようやくねこうやって日本に帰ってこれたからこそ、FMW を守るんだ、俺がやるんだって、こういう試合ができるんじゃないかなっていう気がします。それだけの背景っていうかね、やっぱりあるから、後藤選手はすごく血が出血しやすいというか、一旦切れちゃうともうすごいですからね。すごいね、この人の額っていうのまたすごいもんね、レスラーの中でも。ああまたロープに近い。ほんとこの時はヒヤヒヤもんね、我々もヒヤヒヤもんで、もう行かないでくれとか本当に願っちゃうんだけど、本当に目を開けてなきゃいけないんだけどね、目を閉じたくなるんですよ。カメラマンは結構ねシビアだから手を伸ばせって思ってたみたいですね。やっぱりいい写真を撮りたいという、それはまたプロ根性だろうしね。人格が変わるんでしょうね、カメラマンもね。本当私なんか後ろに行きたいと思ったけど、後ろ行っちゃうとちょっと周りをね手前恥ずかしいというのもあるしもう我慢して、でも早く終わってくるとか本当思ったぐらいだから、確かに客席からねもうやめてくれって声が途中飛んだんだけど、本当にそんな気持ちにみんななったと思うんだよね。それこそちょうど僕の後ろの男の子のファンだと思うんだけども、もういいもういいってずっと言ってましたもん。それは確かにみんなの気持ちかもしれないね。例えば4の字してもうギブアップしていいよと、ここまでやってくれば俺いいからっていうような感じの声援飛んでましたからね。やっぱりね、僕もそう思いましたもん、やっぱり、もうそこまでやんなくてもいいんじゃないかってね。これがブルドキング、これもまたヒヤッとしたね。普通だともうコーナーの方に飛んじゃうとこなんだけど、また行った。総立ちってやつで。でもこういう状況であえてねああいう技を使うところが大仁田敦のすごいところだなと思いますね。いかにも無鉄砲というか向こう水という感じだね。この会場にもちょっと触れておきたいんだけど、これ汐留のねレールシティ汐留っていうのはまた初めて使うところだけどね。そうですね、最初はこれいわゆる
広場の真ん中というか、青空のリングでやる予定だったんでね、ところが台風10号だったかなの影響がまあ心配されて、まあ、こういう屋根の下になったと。ただこれがまたすごく幸いしたというか、雰囲気としては非常に良かったね。でこれが台風が来ちゃって、そうそう、もし来ちゃったら次の日に順延、それでダメだったら中止ということだけども、装置にすごいお金かかるんですよね。そうそう、で前の日問い合わせて見たんですよ、 FMW のオフィスに、はい、そしたら事務所の人がもし込んで2日流れて大会が潰れたらね、それこそうちの会社もその経費で倒産しかねないって本当心配してましたもん。あ、そういう面では非常に強運というかね、土壇場でのね、そういうものもすごく感じさせるね、この FMW っていうのは。でも本当レスラーだけじゃなくね、会社自体もそういう崖っぷちのところでこういう興行を打とうっていう意識を持ってるところがすごいなと思いますよね。まあ、それがファンに伝わるんだと思うしね、あーまた行く、これがまたすごかった。今レフェリーも大変だよね、しかしちょっとこれレフェリーもやりたくないっていう感じがするけど、いや本当にゴーグルつけてても汗入ってくるからね。今レフェリーがね、ただのことに飛ばされそうになったけど、必死に持ち込まれたんだよね。とね、ちょっと隙を見せるともう触れちゃうでしょ。もう何回目になるんだろう。あ、レフェリーもちょっと耳やられてるみたいな、ね。ちょっと予想だにしない時に爆発したから。なんかレフェリーやっぱり耳栓してたらレフェリングなんかできないですからね。ね、あ、これだ。これだ。どこかの表紙になっていたという。どこかとどこかの表紙だった。今ももの後ろがもう色が変色してたんじゃないですかね。やけどやっぱりもうこの時点でやっぱりあったみたいね。今のは本当この試合のクライマックスとも言うべきシーンですよね。そして DDT もう今チャンス、ここがチャンスという感じですね、大仁田選手としては。でも本当に後藤選手の目が死んでないっていうのも大したもんだ。DDT とサンダーファイヤーパフォーマン、まあ普通ならこれでもうそのレッサーなら終わりなとこなんだけど、いや本当にもうさっき有刺鉄線に引っかかった時点で戦意喪失ですよ。そうそうそう、またもう一発だね。でもこうやってあえて許さずに大技をかけていく大仁田選手も大した男ですよ。2発目、まあ後藤選手としては先ほどのあの爆破のダメージが大きかったということだろうね。特にあの有刺鉄線があったもんで、ノーロープっていうのはあれの時は効いちゃったんだね。ロープがあったらまだリバウンドしてすぐこう外れたかもしれないんだけど、ないことで結構長い時間ね張り付いてしまったっていうか、あれが非常に災いしたんじゃないかな。まだ立つ、まだ立つからな、これが。そしてこれ3発目のサンダーファイヤーパーボーン、両者段かけてる方もこれね、後藤選手も重いから。結局 DDT とサンダーファイヤーパーボーンも3発ずつ計6発全部頭と首にくる技ですからね。これは壮絶なフィニッシュなんだね。手伸ばしてる、届かないんだね。もう本当に力尽きたっていうという感じだね。もう文句なしでしょ。もうこれは何も言えないんですよ、これだけやったら。いや早くももう年間のベストバウトには押してる人いますからね。まあただ残念なことにはテレビがないと、まあ、この会場に来てる人しか見てないということで、まあ、ぜひこのビデオを見てね、まあ、それを感じ取ってくれたらという感じなんだけど、だから本当にプロレスファンの人たちが FMW にどういうイメージ持ってるか知らないけれども、とにかくこのビデオを見て、この試合をね、見て大仁田敦、ターザン、後藤が言わんとしてることを感じ取ってほしいと思いますね。僕はね、もうプロレスというのはとにかく何かを感じるものだと思ってるのね。だからまさにこれなんか本当もうこれで何も感じない人はやっぱりおかしいと思うし、まあ大仁田選手は常々ね、まあ、プロレスラーはその人にできないことをやるのがレスラーだと。確かにこれはね、これを見たら誰もこれやりたいと思わないし、いや、ね、レスラーでさえね でもできないと思いますよ、こんなことは。普通に嫌がるもんね。ここまで自分の体を酷使してね、そう傷つけて、まさに身をもってそれを示
示したというところではやっぱり森田選手のすごいところなんでね、うん、甘い角に持ちましたね。分かるでしょうか、フィルダーを潰したくない、うん、続けていきたいなというそういうようなアピールですね、うん、本当にね泣きのウィンターとか言われるけどもね、うん、こうやって感情を出して泣けることがあるっていうのは素晴らしいことだと思いますよ、うん、きっとそれが羨ましいから冷やかす人は冷やかすんだと思うし、うん、それはあるかもしれないね、うん、この後藤コールもなんかキスでジンときましたね。ジンときたね、もうついに怒ったという感じで。私つくづく思うんですけど、まだ FMW 1周年なんですね。だからそれでこれだけのもうダメージを負ってたら鬼田選手の、まあ、体というかこれからがすごく心配ですね、うん、でもそれがやっぱり鬼田敦という男の生き様なんじゃないかなっていうふうに思いますね。それがまた不安に支持されてる部分でもあると思うんですよ、うん、まあ、彼も覚悟はできてるんじゃないですかね、一度死んだ男なんだから、うん。